彼が研究しているのはバッテリー材料。より多くの電気をためる新しい化学物質を作っている。軽く、小さく、高出力、安全性。化学物質の進化は不可能を可能にしてきた。電池で動く自動車が空を飛ぶ日も近いかもしれない。彼女が研究しているのは納豆菌。納豆菌はネバネバした高分子ポリマーを作っている。この高分子は植木の成長を助ける保水剤としても活用されている。さらに安全で高機能な高分子を求めて研究は続いている。いつか砂漠に緑を取り戻す日を目指して。彼らが作っているのは未来。ものづくりの科学で未来を作り出す。